ありがとう。お題がね、その NMB48 で花火大会を開催。たまやーに代わってメンバー内でバズった新しい掛け声とは？なんでございますけれども。なんかありますか？ あかんもな。ねえ、ちょっと頭がね、回らなくて。誰か。でも今日はね、いつもより早く終わったので2回公演だったんですけど、その舞台の公演が早く終わったので、今日は頑張ってダンスを振り入れしようと思います。冠ライブのダンスとコンサートリハのダンスと、できれば今日中に冠のダンスは入れちゃいたいなっていうのがアンジュの中での目標です。 渚最高。あ、そうそう、 TikTok ね、サブアカ作ったんです。私そのサブアカに毎日投稿をしていくんですけれども、フォローしてくださってますか？ 真鍋アンジュで調べたらちゃんとフルネーム漢字で出てくると思うので、ぜひ本アカとサブアカと2つフォローしてくださると嬉しいです。もうめっちゃ眠いんやけどね。エンネルなんて言うんだっけ、ジュース、目を覚ますジュース買ったから、それを飲みながら頑張ろうと思います。エナジードリンクや、それそれそれ。 サブアカはね、渚最高のダンス動画を毎日これから投稿していくので、ぜひほんわかの方ではこれからちょっとファッションとダンスを投稿していきたいなと思っておりますので。 そう、取りだめしたかったんやけどね、なんか何気に取りだめできなかって 多分できたんやけど、ねえ、しとけばよかった。そう、ナングラがメンバー内でバズった掛け声。何がいいやろうか。 どうしようかね。誰かさっきケイトがボケたーって言ってくれてたの、ケイトさんですね。ケイトさんが公演で最近恒例の、どうしよう、いつかね、私チーム M 公演出させていただくんですけれども、5日のその公演、前髪下ろそうかあげようか迷ってます。どうしよう。メイクさんノイズでよくね？ どう？ こんばんは。やっほー。ほんまに？じゃあ前髪ありにしようかな、5日の公演。池袋公演、ナビゲーションですか？明日で千秋楽なんでございます。嬉しい、劇場で見てから好きになってくれたの、ありがとう。遊びに来たよって、こんばんは。やりきってね、頑張ります。最後までご安全に。 連れて帰った。
もうやめてください連れて帰ってないからねえ。そうやんね、楽しみにしてくださってる方のためにも頑張ります。フリーで今日中に終わらしたい、うん、こんばんは。たこ焼き焼けたええやん。え、たこ焼き焼けたじゃあかん。やばいやばい、もうあかんわ。なんでも良くなってきてしもうた。こんばんは、あさこちゃんや、やっほー。迷ってるならおいで。お待ちしてます、握手会。遅れちゃったって。かわいい、さくちゃん、やっほー、ありがとう、舞台来てくださった方。本当に垢抜けていってます。ちょっと頑張りますわ、もっと垢抜けれるように。なんかね、この期間で痩せた気がする。自分で言うのもないんやけど。こんばんは。あ、3文字の方がいいんか。こんばんは。何がいいんやろ。ほんま痩せたと思う。なんか言わしたみたいでごめん。別に言わした、言わそうと思って言ったわけではないんですけど。ねえ、こんばんは。あ、そう、前のね配信の時にランキングが読めてなかった。なので今日終わる前に前回の配信した時のランキングを読みます。どうしよっかね。どうしたらいいんだ。来てくれるの？やばい、時間が。早かったんです。明日のあのナビゲーションの開演時間分かる方いますか？私のファンの方。そうやな、ちょっと体調だけ本当に気をつけて本当に頑張ります。暗示はとりあえずダンスを覚える、しら、あの頑張る。うっ、あ、え、ありがとうございます。明日は12時半からと4時半からとです。2回公演で、4時半の公演が千秋楽でございます。ありがとう、教えてくれてありがとう。初見さん、ありがとうございます。うわー、ありがとう、嬉しい。12時半と4時半、ありがとう、教えてくれて優しい。あ、どうしよう、名倉どうしようかね。明日向かいます。うん、お待ちしてます。ツイッター見て気になってて、待ってます待ってます。なんか今日初見さん多い？そんなことない。こんばんは。どうしよっかね。え、めっちゃむずいよな今回のお題。しかも動画で答えんとあかんから。
お、Make some noise の和訳でいいのではなんぐら。お、和訳ってなんなんやろ。わ、Make some noise の和訳って何になるんやろ。わかる方います？いつも、うわ、ありがとう、見てくれて。ブラマイドよかった？ありがとうございます、ゲットしてくださり。こんばんは。そうやね、なんか明日は頑張って起きます。そう、全然スケジュールが合わへんのよ。冠のね、練習がみんなと合わせれる日が全然なくて、私本当にいつ合わせるんやろうっていうぐらいだからね、一人でやっとかないといけないんですけど、なんか全然頭に入らないんです、今回。やべえ、やらんと。嬉しい。夢を持たないアンジュは名言じゃない、ある意味。あ、騒ぐ、騒ぎ立てる。え、3文字なら騒ぎ。そうする。ちょっとスクショします。はい、チーズ、ありがとうございます。これに決まりました。3文字ならね、ありがとう。え、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。そう、ライブリハも始まってますしね。やばいよ、本当に頑張る。 TikTok もね、毎日投稿ですし。はあ、よかったよかった、決まりました、ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。もうね、脳がね、動かなすぎて。ありがとうございます、本当に。ねえ、うん、そうやね、ライブのグッズも出てましたね。それもね、やらんとあかんのよ。めっちゃ甘やかしてくれる、嬉しい。毎日頑張ってて本当に。ありがとう。確かに最近ね、甘いもん食べてないよね。あ、買ったさっきクレープ、あのコンビニの、だからそれ食べます。え、申し訳ない、あれでやだ、すまやった、ごめん、ちょっとくしゃみ出そうになった。あ、出えへんかった。え、そうやんな、さくちゃんがね、いたら一緒に動画撮りたいな。当分撮る。お待ちしております。 TikTok もサブアカで毎日これから投稿していくので、私のストック今ゼロでございます。毎日多分その日に撮ったものを投稿していくことになるかもしれませんので、ちょっとお楽しみに。ぜひインスタもね、ツイッターもフォローしてくださると嬉しいです。15分経ったので、ではまず最初に前回のショールーム配信した時のランキングを読んでいきたいと思います。13位の方、カニパンさん、ありがとうございます。12位の方、みさきちゃん、ありがとうございます。10、13、12、11位の方、ふみさん、ありがとうございます。13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、あ、当てる当てる。10位の方、マキシマムザさん、ありがとうございます。もう何位って言わんでいい？ごめんなさい。ファントムさん、ありがとうございます。
かまかりさんありがとうございます。ワンポールさんありがとうございます。ひろすけさんありがとうございます。たまひよさんありがとうございます。しんちゃんありがとうございます。そして3位の方からよしらしゅさん、よしらしゅさんありがとうございます。2位の方やすべえさん、やすべえさんありがとうございます。そして1位の方みかたちょうさん、みかたちょうさんありがとうございます。はい、こちらが前回の配信のランキングでございました。今から13位から読んでいきたいと思います。13位の方からみかたちょうさんありがとうございます。12位の方たいきちさんありがとうございます。11位の方さだしあんさんありがとうございます。10位の方ひでさんありがとうございます。9位の方あきさんありがとうございます。8位の方どどさんでいいんこれ漢字ごめん分からへん、どど努力の道につあのどどさんありがとうございます。7位の方かえでさんありがとうございます。6位の方ふみさんありがとうございます。5位の方かまかりさんありがとうございます。4位の方野原しんのすけのすけさんありがとうございます。そしてえ読んだよな、千秋楽で書いてくれてる、ありがとう。こもかりさん、3位の方からしんちゃん、しんちゃんありがとうございます、ありがとう。2位の方かずまゆげさん、かずまゆげさんありがとうございます。ウェイ1位の方やすべえさん、やすべえさんありがとうございます。そしてさくちゃんっていう字が見えた、さくちゃん、あーたったった、59位さくちゃんありがとう、来てくれて。あ、ゆめゆめさん、ありがとうございます、申し訳ない。あ、申し訳ないありがとうございます。したよ、ジオンにおめでとうって、ありがとう来てくれて。私はこれから頑張って振り棒を覚えたいと思います。やばい頑張ります。約10曲以上ちょっとできるところまで覚えてみたいと思います。ありがとうございました、見てくださった方。それではおやすみ、バイバイ、おやすみね、バイバーイ。